よし、結構これでつきましたね。こんな感じになりました。こんな感じ。カチカチなもんだからぐるぐる回っちゃう。どうも、KO チャンネルの K です。今日は、パンチェッタ、自家製パンチェッタを作っていこうと思うんですけど、前回出した動画のコメントで、もっといい作り方があるよってことで、いろいろと細かく書いていただいた方がいたので、それを再現して、もっと簡単に美味しく本格的なものができるということで、作り方、レシピを書いていただいたんで、それをやっていこうと思います。塩漬け、肉の重量の 4-5% の塩をまぶしってなってますんで、またこの南の恵みですかね、これを振っていきたいなと思いますね。じゃあ23g にしときましょうか。 3g、 23g ってめっちゃ多い、めっちゃ多いと思いますけどね。これでまだ16。おお、行き過ぎた。24。あ、ちょうど25になっちゃった。じゃあまあ 4-5% じゃなくて 5% ですね、これは。まあでも全部が入るわけじゃないんでいいかなと。ちょっとこの書いていただいたレシピが、フォークで刺すっていう、穴を開けるっていう工程がないので、どうなんだろうって思うんですけど、まあでも水抜きをするっていう工程があるので、まあそれはちょっと省いて書いてもらったのかなと勝手な認識ですけどしまして、よし、うわ、肉汁が、生肉汁が飛んじゃったよ。はい、生肉汁、はい、ということでドーン。あ、またやっちゃった。これはもういいと。でフォークで刺す工程がちょっとなかったんですけど、はい、裏向けて、まあちょっと塩同時にやっちゃってますけど、これはまたロース肉使ってますね。ちょっと罪悪感を減らすため、ヘルシーさ求めて。なんかこの肉柔らかいな、やたらと柔らかい気がする。よし、結構これでつきましたね。そしたら今まではこれをラップにくるんでドリップを出すとかいうのをやってたんですけど、これをラップいらずだってことなんですよね。でどうするかっていうと、この肉が入ってたやつですね、入ってたやつ、これに、まあ、ちょっとこのなんていうの、バットにあれがあればいいんですけど、なんだこれ、半分だとどうなんだろう、半分だといいだ、まあでも半分でいいか。はい、できました。やっと。ね。で、これを、ここに乗せる。
当にちゃんと塩ついてるかっていうのを確認して、もう出てますね、ドリップが。もうすでに出てる。で、これで3日から5日間この状態でラップもクッキングペーパーも何もせずに、冷蔵庫で放置、3日から5日ですよ。結構なもんだ。で、次回は塩抜き、水の中に入れていくっていうことですね。はい、じゃあ冷蔵庫の方入れていきたいと思います。こんな感じになりました。結構塩がついてますね。今日で5日目だと思います。ドリップ下に落ちてますね。はい。だけど最初なんかこのチルド室が低温すぎるのか、このドリップが凍ってしまってちょっとダメだなってことで冷蔵庫の温度をもっと上げました。一番最弱にして。こんな感じ、大して出てない感じですね。すごい。これをここに入れていきます。これでこのまま1時間放置します。さあ、3週間、4週間ぐらい寝かせました。3週間か4週間か5週間かはちょっと分かりません。まあ大体結構経ったって感じです。これをじゃあちょっと切っていきたいと思います。うわー、パリッ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 、うわ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 、パリッパリですよ。だいぶ体積もちっちゃくなったんじゃないかなと思いますね。これをちょっと切っていきたいと思います。カチカチ。硬い、これが豚のバラだったらまた違うんでしょうね。あ、これもう包丁あれを切っ、まな板みたいな硬さ、まな板とそんな変わんない硬さが。うわ、ちょっと自然と薄くなっちゃいますね。あ、こんな感じ。ロースなんでね、結構赤身って感じで、脂身の体積はだいぶ減ったように思いますね、最初より。これちょっとどんだけ切ろうか、で切って何しようか。これまたパンチェッタ、まあパンチェッタじゃない、あれかな、スキレットでやるやつ何でしたっけ、スキレットでやるやつなんでしたっけ。うわー、これこっちも切ってみる。くー、うわ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 、
だいぶハーブすごいカチカチなもんだから、カチカチなもんだからぐるぐる回っちゃう。食べ物で遊んじゃダメですよ。うわー、こっちも行ってみようか。ちょっとおお、買って食えるのかよっていうぐらいの硬さ。食い物これ。3、4週間はやりすぎなんじゃないですかねっていうかさ、3、4週間以上経ってたかな、もしかしたら。いや、やりすぎかな、切りすぎじゃない、これこんなに食うか、ちょっとこんなもんにしとこう。あー、すごい。これをまたここに置いて冷蔵庫で寝かしていく。これはどうなんだろう、このパリッパリの状態。このパリッパリの状態、うわ、こんな感じ。じゃあニンニクを切っていきたいと思います。古い、潰すと皮感がめくれるんですけども、手でめくれてましたね。ここだけ切って潰すとニンニクの感がめくれます。そうですね、こんな感じでもう具材を入れてます。で、ここに具材って言ってもあのパンチェッタとあれですね、ナス、あれも入れてない、あとブロッコリーで、マッシュルームの代わりに椎茸入れてます。しかもこれ全部パンチェッタ以外は冷凍というね、まさかのあれです。本当言うとあと1個トマト欲しかったですけど、まあないんでこれぐらい。今ニンニクも入れるんですけど、唐辛子これもちょっと潰して入れていきます。もうないかな、最後の一本で。ここにみじん切りにしたニンニクを入れていきます。うん、1個でも結構多いね。うん、でなんとこれ超めんどくさがり屋なんでこんな状態にしてますけど、ここからオリーブオイル入れていきます。で熱していきます。火をつけて、油ちょっと多めでいきます。でこれ本当はスキレットでやるべきなんですけど、ちょっとスキレット自分のちっちゃくて熱っ、触っちゃった、かろうじて火傷しなかった。自分のやつちょっとちっちゃいんで熱っ、これ今素手で触っちゃったんですよね、熱してたの。熱っ、まあ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 、気を取り直して、やけどしなかったんでよかったです。こんな感じでやっていきたいですね。まあ本来これ油になんだ匂いを移してから具材を入れるんでしょうけど、まあ、こんな変わらんだろうっていう、まあ、めんどくさがりな感じが出ちゃってこんな感じですね。うん、ナスが油吸いますからね、これがちょっと具材としてどうなのかっていうのはありますけど、適当に混ぜるだけ。ニンニクと
唐辛子ですね。スキレットだとなんかなんちゅうんだろう、ちっちゃすぎてこんなことできない。具材を少量だったらいいんでしょうけど、本当に少なすぎる。自分からするとおつまみいっぱい食べたい派なんで、こんな感じ。3、4週間眠らせたパンチェッタ、でここにバターを投入したいと思います。バター 10g かなぐらいで、パンチェッタにまあ大体味はついてる、味はついてるっていうか、あのハーブ振ってあるんでそこそこでいいんだと思うんですけど、まあ、これクレイジーソルト入れていきたいと思います。ちょっと味濃いめでいきたいんで、いい感じで煮えてきてますね。で、器代わりにスキレットを使おうと思って、今ここでなんか最初は洗って、錆を落として洗って温めてたんですけど、それがただ置いてあるだけだと思って触っちゃったらやけどしそうになりましたね。まあ、ただ後で見せますけど床がすごいことになってます。いや結構いい感じですね。これ油がニンニクの匂いとバターの匂いと、いい感じ。よし、こんなもんでいいかなと思いますね。これをちょっと盛り付けしていきたいと思います。器代わりにこれを入れると、どうですか、グツグツ。はい、できました。こんな感じかな。本当は赤も欲しかったね、色合いとして。よし、暑いから気をつけないと。じゃあちょっとハイボールにしていきたいんですけど、カナディアンクラブでハイボールを作っていきたいと思います。炭酸水はサントリーのソーダ、よし、まずは乾杯。混ざってない。じゃあ食べていきたいと思います。これね、うわ、椎茸超やらけ。はい、自家製パンチェッタ、ね、ちょっとしょっぱいかな、結構しょっぱいかも。塩抜きみたいな工程やりましたけどね、ちょっと足んなかった。肉が
まいけどね、うまいけどね、なんかね、淡白、鶏肉っぽいっていうか、なんでもビーフジャーキーっぽいとも言えますね。硬い、富山弁でいうところのじわい、じわいはちょっと違うのかな、また感覚が。でもつまみとしては最高ですね。あとバゲット焼いて、バゲット僕自分はちょっとあの歯茎やられちゃうんで流血しちゃうんで、あのパスコのなんだっけあれが一番いいですけどね、なんだっけ、これも冷凍しちゃいますけど、超熟のフォカッチャ、これが一番うまい、マジで。これ食ったことない人はマジで食った方がいい。なんかおかずとして、なんだろう、なんかにつけて食べるっつったらこのフォカッチャ最高。あと米粉ロールね、パスコ、パスコの基本これ、この2点。ついでに今焼いてみました。うるさいね。うわ、油がすごい。ナスもいい。油吸いすぎて気持ち悪いかなと思ったんですけどね。全然。今長寿焼いてるんだよ。フォカッチャね。フォカッチャって何すかね、なんか作り方ちゃうんすかね。パンの中で一番好きかも。具のないパンとしては。あれにトマトベースのミネストローネとか、最高に合いますね。これもめっちゃ合うけどね、この油、オリーブオイルに浸して食べる、うまい。普通にテレビの前で食いたいね。テレビの前、違う、そのソファに座って。キッチンなんでスタンディングイートなんですよね。ちょっとスタンディングイート辛いしね、腰痛くて。普通にでも食ってるな。意外とこのブロッコリーがごちそうなんですよね、自分からすると。この中に入ってる、あとトマトがあったらプチトマト、うまっ。ブロッコリーも熱するとこまで熱するとホクホクになるんですよね、お芋みたいに。お芋みたいなホクホク感、これたまんないですね。うわー、カナディアンクラブもうない。このなんていうの、シングルを測るためのやつがこれトリスハイボールっていうか、トリスの瓶におまけでついてきたんですけど、これめっちゃいいですね。これが欲しいためにあのトリス買いましたね。いらないのに、まあ飲みましたけど、いらないって言いながら。このキャップみんなつけてほしいですね。シングルを測る口。なんかほんとビーフジャーキっぽいな。噛んでも噛んでも噛み切れないけど、すごい5回で1回分ぐらい噛み切れるみたいな。
うまいよ。最初しょっぱかったのはもしかしたらあの一番外食ったから、もしかしたらっていうか確実にそうだな。中のやつはしょっぱくないですね。うん、しょっぱくない。なんか端っこのなんか本当に塩ついてたとこだったんじゃないかなあれ。うん、きた。これたまんないわけですよこれ。ちょっとこれ。よいしょ。こんなに食えるか。食えないでしょ。まあでもこのパンうまいんだよなマジで。これ見える？これうまいのよ。これマジうまいのよ。なんか独特触り心地っていうか、破った感じも食べた感じも、うん、うまい。何かを染み込ませるために生まれてきたパン。このパンチェッタ、パンチェッタじゃない、アヒージョあのバターも入れてるんで、うん、パンと相性抜群ですね。うん、ニンニクも焦げててなんかサクサクの部分があった、うん、うまいね。もうちょっと野菜入れたかったですね、うん、もうアヒージョとハイボールとこのフォカッチャあったらもう晩飯終わりですねこれで。贅沢。うん、うまい。これも米粉パンでパスコの製品なんですけど、これもそこ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 っていうか、まあこれが好きな人は好きだと思うね。まあ俺の中ではフォーガッチャには勝てない、パスコのフォーガッチャには。うん、パンとハイボール一緒に行くのっていう感じかもしれないですけど、自分も無理だったんですけどね。なんかこれに関してはいけるようになっちゃった、うん、最初これつまみで食っててで汁だけ最後残るんですよね。でなんかこれパンつけて食うのが定番だっていうのあったんで、まあ、これつけて食ったらまあ締めにもなるし、まあ、つまみにもなるし、だったら最初から焼いちゃえってことでパンも焼いちゃってます。床焼けちゃったところ見ます。